モルモット劇場ゴロンネ&お腹すいたモルモットコンビの衝撃冒険。ある日、メスのモルモットのチャットと牧草を食べるオスのモルモットのモッチーはいつものように過ごしていた。しかし突然チャットがゴロンと寝転がり、モンチーは驚いた顔をしている。どうしたの？モンチーが聞くと、チャットは最近疲れているの、ちょっと休ませてくれないかなと答えた。モンチーは優しい性格のためチャットに寄り添い、一緒にゴロンと寝転がった。しばらくしてチャットは目を閉じていると、モンチーは一生懸命牧草を食べている。するとチャットはお腹が空いてきたと感じ、牧草を食べるモンチーの横でお腹空いたと言った。するとモンチーは、じゃあこれ食べてと牧草をチャットに差し出した。チャットは喜んで食べ始め、2匹でお互いの食べ物を分け合った。その後、2匹はうろちょろしながら、お互いの体をくっつけて寝た。この仲良しのモルモットたちの姿を見て、見ていた人たちは思わず笑ってしまった。